皆さん、こんにちは。コスプレイヤーの逆画だよ今回は、この今着ているリンクの服を作ってみました。もちろん、帽子も作りましたが、服を作ったら布が足りなくなったんで、帽子だけ色が違います。まあ、細かいことは気にせずに。それでは、みんなで作りましょうまずは、型紙を作ります。 ゼロから作るのはさすがに大変なので、以前ブリーチの一号の衣装を作った時の型紙を流用して作っていってます。紙は型紙作り用の紙が手芸店で売ってますので、それを使ってます。こういった型紙は市販でも手芸店で売ってますので、そういうのを改造したりしてもいいと思いますし、最近だとネットで無料で配布しているようなサイトもありますので、そういうのを利用すると良いかと思います。 というわけで服の型紙ができました。こちらは帽子の型紙ですね。実際に被っていく愛を確認してます。一通りできたら分解して型紙の完成です。逆用が他のゼルダの動画も色々ありますので、よければこの動画の後にでも見ていってくださいね。型紙を元にパーツを布から切り出していきます。型紙を待ち針で合わせて、ハサミで 切っていきます。布は手芸店で買ってきたものです切ったら両面チャコペーパーを挟んで縫い目をマーキングしますこういった洋裁の手法の基礎は本を一冊買って勉強しましたので初めてやるという方は一度本を一冊読むといいと思います必要な道具や材料は全て手芸店で揃いますというわけで一通り切り抜いて縫い目をマーキングし終わりました 縫い合わせていきます。まずは前身頃と後ろ身頃の肩を待ち針で合わせてミシンで縫い合わせていきます。縫ったらほつれてこないようにジグザグ縫いをかけておいて余った部分はハサミでカットしておきます。続けて袖を待ち針で留めます。そしてまたミシンで縫い合わせていきます。 基本的にミシンは直線縫いとジグザグ縫いしか使いません。だいぶ服らしくなってきましたね。腰から下を縫い合わせていきます。腰から下はスカートのようにふんわりとした感じに仕立ててみました。待ち針を打ったらミシンで縫います。ちなみにこの衣装を作り始めるのと時を合わせるかのようにミシンの調子が悪くなり、下糸がぐちゃぐちゃになっちゃうようになっちゃいました。 まあコスプレ衣装なんて切れりゃ何でもいいんですよ腰から下を縫い終わりましたそのままだと体が通らないので後ろをファスナー開きにしますファスナーをまずは待ち針で止めてミシンで縫っていきます家にオープンファスナーしかなかったんでオープンファスナーをつけてます本当はコンシールの方がいいんですけどねまあこれも切れりゃ何でもいいんです裾をアイロンで2つ折りにして処理しておきます コスプレ衣装作りに関しての知識面ですが、基本的に誰でもできると思います。僕も学校で勉強したのと、さっき言った通り本で勉強しただけで、特に誰かに教わったりとかしたわけでもなく、それでやれてますので、全然問題なくいけると思います。さっきから何度か言ってますが、キレではとにかく何でもいいので、そこまで細かくこだわる必要はありませんのでね、とにかく形になってりゃいいっていう考えで、 手軽にチャレンジしてもらえればいいいいんじゃないかなかと思いますこの服もねミシンの調子が悪いんで下糸がめちゃくちゃですからね次は襟を作っていきます2枚切り出した襟のパーツを合わせてそれを縫い合わせていく感じになりますミシンですが修理に3万円ほどかかるそうです泣いていいですか 最後にベルトループを作ります。帯状に切ったものをアイロンで折りたたんで5つに切り分けます。切り分けたものをジグザグ縫いで縫って処理しておきます。っていうか、切る前にジグザグ縫いで縫った方が早かったですね。そして本体へと縫い付けます。これにて服は完成です。逆用が Twitter やサブチャンネルも見てね。 帽子をこれまでと同じ流れで縫いました。紙に取り付けられるように、100均で買ったヘアコームをグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち足す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。というわけで、これにて一通り完成です製作時間は8時間、材料費は1000円です。ここで逆用画からのお願いです。 この服は時岡のやつで、盾も時岡のやつ、そしてマスターソードはブレス・オブ・ザ・ワイドというはちゃめちゃなことになってしまってるんですが、そこには突っ込まず、温かく見守っていただければありがたいです。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。